ナンバーアンダーライン愛が選んだ道バラエティ番組からの撤退ナンバーアンダーライン愛が選んだ音楽への情熱とその真意数年前から芸能界の風景が変わりつつある中一部のアーティストが特定のメディア露出を避ける理由についての疑問が浮上しました特に平野翔を中心としたグループナンバーアンダーライン愛がバラエティ番組に出演しない理由は 多くのファンや業界関係者の関心を引いています。TBS が毎年夏に放送する大型音楽特番「音楽の日2024」にナンバーアンダーライン愛が出演するというニュースはファンにとって大きな喜びでした。この番組は2011年の東日本大震災以降「音楽の力で日本を元気に」というテーマで始まり今年で14回目の放送を迎えます。今回の出演者リストには「 平野翔がプロデュースするナンバーアンダーラインアイの名が含まれており、これはファンにとって大きなニュースとなりました。ナンバーアンダーラインアイのメンバーは、かつてキングプリンスとして活躍していた平野、神宮寺裕太、岸優太の3人です。彼らは以前のグループ活動時代には、バラエティ番組やドラマにも積極的に出演していました。特に平野の天然発言は視聴者の笑いを誘い、 SNS でも大きな話題となっていました。しかし、現在のナンバーアンダーライン愛としては、その姿を見ることが少なくなっています。芸能記者によれば、曲側もバラエティ番組への出演をオファーしているものの、事務所のアーティスト志向が強く、それが実現していないとのことです。これは、彼らが音楽活動に全力を注いでいることを示しています。平野自身も、2022年のドラマ、 クロサギでその演技力が高く評価されており、ファンからは、演技が見たいという声も根強いですが、今のところは音楽活動に専念しています。ナンバーアンダーライン愛の活動を見ると、彼らが音楽制作やダンスに真剣に取り組んでいる様子が伝わってきます。新曲、ボンのミュージックビデオが公開2日目にして1000万回以上再生されるなど、その人気ぶりは明らかです。彼らの情熱は、 mv のメイキング映像などからも伺えます岸優太が何度も納得がいくまでモニターを見たり、平野を中心に夜中までダンスの練習を続ける姿は、多くのファンの心を打ちました。また、平野や神宮寺、岸がキング g p r i n c を対処した際の言葉からも、彼らの現在の活動方針が見えてきます。岸は、ドラマや舞台、バラエティーなどに出させていただきながら、 海外に通用するスキルを身につけることを同時にやる器用さが自分にはなくと語り、平野も改めて自分の年齢と向き合ったときに、海外で活躍できるグループを目指すというのは、と述べています。これらの言葉から、彼らが音楽活動に専念し、妥協せずに取り組む姿勢がうかがえます。実際、ナンバーアンダーライン愛は海外での活動も視野に入れており、 ネットフリックス作品などの国際的なプラットフォームでの活躍を目指していると言われています。これも彼らがバラエティ番組に出演しない理由の一つといえるでしょう。ファンの中にはバラエティもドラマも出なくてよいと考える人もいます。彼らは音楽に集中し、その結果として素晴らしい楽曲を提供してくれることを期待しています。このようにナンバーアンダーライン愛がバラエティ番組に出演しない理由は、 単に事務所の方針だけでなく、メンバー自身の強い意志や情熱が背景にあります。彼らは音楽に全力を注ぎ、その成果をファンに届けることを最優先に考えています。これは、旧ジャニーズ事務所の戦略とは異なり、より専門的で集中した活動方針です。これにより、彼らの音楽はますます質が高まり、ファンの期待に応えるものとなっています。今後 ナンバーアンダーライン愛がどのように進化していくのか、彼らの音楽活動がどのような新しい地平を切り開いていくのか、非常に楽しみです。そして、いつかバラエティ番組やドラマで彼らの姿を見る機会が再び訪れるかもしれません。その時が来るまで、彼らの音楽に全力で向き合う姿を見守り続けたいと思います。このように、ナンバーアンダーライン愛がバラエティ番組に出演しない理由については、 多くの要素が絡み合っています。彼らの選択は、単に露出を控えるというだけでなく、自分たちの音楽活動に対する深い情熱と真剣さを示しています。それは、ファンにとっても納得のいくものであり、彼らの音楽を一層楽しむためのものです。ファンとしては、彼らが音楽に集中し、その結果として提供される素晴らしい楽曲を楽しむことができることを喜びとするべきでしょう。将来的には、 彼らの活動範囲が広がり、さまざまなメディアで彼らの姿を目にすることができる日が来るかもしれません。それまでの間、ナンバーアンダーライン愛の音楽活動を応援し続け、彼らの成長を見守っていくことが重要です。彼らの情熱と努力が実を結び、さらなる成功を収めることを期待しています。これらの要素を踏まえて考えると、ナンバーアンダーライン愛がバラエティー番組に出演しない理由は非常に明確です。 彼らの目指すべき道は、音楽を通じて世界に影響を与えることであり、そのために全力を尽くしています。彼らの選択を尊重し、今後も応援し続けていきましょう。そして、彼らの音楽がどのように進化していくのか、その過程を楽しみながら見守りたいと思います。最終的に、ナンバーアンダーライン愛の成功は、彼ら自身の努力と情熱、そしてファンの支えによって成り立っています。 彼らが選んだ道が正しいものであることを証明するために私たちも彼らの活動を応援し続けていくことが大切です。彼らの未来が明るくさらなる高みへと続くことを信じています。彼らの音楽活動に対する真剣な姿勢とファンとの絆を大切にする姿勢は多くの人々に感動を与えています。彼らの音楽がこれからも多くの人々に希望と感動を届けることを願っています。そして、ています。 いつかまたバラエティ番組やドラマで彼らの姿を目にする日が来ることを楽しみにしています。それまでの間、彼らの音楽を通じて、彼らの成長と進化を見守り続けていきましょう。このように、ナンバーアンダーライン愛がバラエティ番組に出演しない理由については、多くの要因が絡み合っていますが、最終的には彼らの音楽に対する真剣な姿勢と情熱がその根底にあります。彼らの選択を尊重し、 彼らの音楽を楽をししみなががらら応援し続けていくことが重要です彼らの未来がさらに輝かしいものであることを信じています。そして彼らが選んだ道が正しいものであることを証明するために私たちも彼らの活動を支えていきましょう。このようにナンバーアンダーラインがバラエティ番組に出演しない理由については多くの要素が絡み合っています。彼らの選択は単に露出を控えるというだけでなく 自分たちの音楽活動に対する深い情熱と真剣さを示しています。それは、ファンにとっても納得のいくものであり、彼らの音楽を一層楽しむためのものです。ファンとしては、彼らが音楽に集中し、その結果として提供される素晴らしい楽曲を楽しむことができることを喜びとするべきでしょう。将来的には、彼らの活動範囲が広がり、さまざまなメディアで彼らの姿を目にすることができる日が来るかもしれません。 それまでの間、ナンバーアンダーライン愛の音楽活動を応援し続け、彼らの成長を見守っていくことが重要です。彼らの情熱と努力が実を結び、さらなる成功を収めることを期待しています。これらの要素を踏まえて考えると、ナンバーアンダーライン愛がバラエティ番組に出演しない理由は非常に明確です。彼らの目指すべき道は、音楽を通じて世界に影響を与えることであり、 そのために全力を尽くしています。彼らの選択を尊重し、今後も応援し続けていきましょう。そして、彼らの音楽がどのように進化していくのか、その過程を楽しみながら見守りたいと思います。最終的に、ナンバーアンダーライン愛の成功は、彼ら自身の努力と情熱、そしてファンの支えによって成り立っています。彼らが選んだ道が正しいものであることを証明するために、 私たちも彼らの活動を応援し続けていくことが大切です。彼らの未来が明るく、さらなる高みへと続くことを信じています。彼らの音楽活動に対する真剣な姿勢と、ファンとの絆を大切にする姿勢は、多くの人々に感動を与えています。彼らの音楽が、これからも多くの人々に希望と感動を届けることを願っています。そして、 いつかまたバラエティ番組やドラマで彼らの姿を目にする日が来ることを楽しみにしています。それまでの間、彼らの音楽を通じて、彼らの成長と進化を見守り続けていきましょう。